隊長くんか。これから往診に向かうところだよ。君が往診に？今日の予定は大丈夫？まあ、特に気にすることもないかな。それなら一緒に行こうか。ついてくる以上、文句は受け付けないからね。そんなこと言ってしまっていいのかな？後悔しても知らないよ。そうだね。まずは向こうから。うん、良くなってるね。こっちの薬を飲み続けて。亡くなった頃には良くなってるんじゃないかな。ちゃんと治ってきてるから、もう少しだよ。頑張って。なんだい、バカにしてるのかな？へえ。なら、今日一日は君を私の助手に任命するよ。しっかり支えてもらおうかな。君のその姿勢、私は結構好きだよ。さてと、そろそろ次に行こうか。なかなか骨が折れる相手だから、早速助手君の活躍が拝めるかもね。こんにちは。今日も元気いっぱいだね。そうだね、どんどん良くなってるもんね。いい子いい子。早く外でみんなと遊べるといいね。ああ、その人はね、私の助手だよ。私のお手伝いをする人だよ。そうだね、まだダメかどうかはわからないかな。私はこの子の母親と話すから、少し相手してもらってていいかな、助手くん。そうだよ、助手くんと自由に遊んでいいからね。そろそろおいとまするよ。いいかな、助手くん。ずいぶん気に入ったみたいだね。また近いうちに助手くんも連れてくるよ。あの子のこと、君はどう思った？言い方を変えようか。君には彼女がどう見えた？やっぱりそうだよね。いや、なんでもないよ。帰ろうか。